始まった。皆さんこんにちは。料理家の木島隆太です。今映ってるのそれだよね。そっち？そっちだよね。そっちがメインですよね。こんにちは。インスタライブの時間です。JA 東京青葉プレゼンツ、インスタライブ本日12時開始でございますが、今もう一個のアカウントが来ましたね。お、来た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 。皆さんこんにちは。料理家の木島隆太です。今日はですね、練馬の、中村橋、にあります、畑に来ています。今日はこれから練馬大根を使った料理、そして練馬大根を引っこ抜く作業を体験したいと思います。さあ今日一緒にやっていただくのは西貝さんです。どうも、西貝です。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今20人近い方が見てくれてますよね。ここは西貝さんの今畑なんですけど、ああ、ね、ここは、練馬の中だと、はい、中村橋の駅が一番近いんですよね。中村橋ですね、はい、練馬の隣の駅ですよね。練馬の一つ隣です。一つ隣ですよね。一つ奥側ですよね。そうですね。で池袋から5駅ぐらい5、6、そんなもん、そんなもんですよね。という、はい、もう超街中です。もう周り見ると普通に住宅街ですよね。そうですね、ね、はい、ここにこんな大きい畑があるとは。ということで僕ここに初めて来たんですけど、早速今日、紹介する練馬大根、今もう映ってますね。これ練馬大根って、はい、名前だけだとめっちゃ有名じゃないですか。そうです ね、練馬といえば練馬大根みたいなところあるんですけど、はい、実物見たことないっていう方結構多いでしょ。かと思います。俺も正直、はい、この J 青葉と知り合うまで実物見たことなかったです。本当ですか。これなんか特徴的なところって どういう感じなんですかね。まず、うん、普通の大根って青首なんで、あ、ここが青いんですけど、青いっすよね。練馬大根は青くなくて、うん、あ、全部白いんだ。こっからここまで白首っていう大根ですね。あー、なるほど、はい、本当だ、そこが白いんですね。そうです、ここが白いです。で、超長くないですか。長いですね。普通スーパーとかで売ってる青首って、まあ、これぐらい、せいぜい。そうですよね、あってそれぐらいですよ ね。これ長いっすよね。長いですね。細くて長いんで。細くて長い、確かに、はい。で、ここがなんか太い？そうですね。真ん中ら辺がちょっと太いっすね。大体この辺が太くてだんだん細くなっていくようなのが多いけど、そうですね。ここは細くて、キュッボンキュッみたいな感じ。そうですね。ボンキュッボンじゃなくて、キュッボンキュッみたいな感じですよね。はい。でこの練馬大根を今日は使って料理していきたいんですけど、はい、早速なんか西貝さんのお母さんが作ってくれたお漬物がね、はい、あるんですよ、はい、これちょっと味見してみていいですか。あ、どうぞどうぞ食べてください。はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。じゃあいただきます。これ お母さん柚子で漬けたの。いえ、塩とお砂糖と酢で漬けた。あ、で柚子は飾りで散らしてもらってるだけ。こういただきます。おお、めっちゃいい。パリッパリですね、うん、そうですね。うまい。すごくきめ細やかな食感だけどサクサク感がすごくて、もともと練馬大根ってこれ漬物用なんですね。そうですね、漬物用の大根なんで、うん、普通の青首大根より漬けるとより美味しく食べれると思います、ね、パリパリ感がすごいいいですね、はい。へー、この練馬大根っていうのはもう大昔から作ってるんですか、この辺は。そうですね、初めは江戸時代頃から作り始めてますね。はいはい、はい、それであれですね、昭和の初めの頃に、うん、大干ばつや、うん、ちょっと病気が流行ってちょっと減少してって、うん、で最近ですね、うん、JA さんと、うん、練馬区さんの方で、うん、ちょっとこうなんつうのかな、育成事業などで育成事業などで、はいはい、で、ちょっとこう盛り返して。なるほどね。一回だってもうほぼほぼなくなっちゃったんでしょ。はい、はい、そうですね。で練馬で大根を作ってるけど、それは練馬大根という 品種ではなくて、ね、別のものを作ってたんだけど、ちゃんとしたこのオリジナルの練馬大根の品種をみんなで作りましょうっていう、そうですね、ことになってるわけですよね。はい、はい、そうだから練馬で作ってる大根すべて練馬大根っていうわけではない。そうです、そうです。この練馬大根の品種を練馬で作ってるから練馬大根、練馬大根、はい、でこれを、別の地域に持ってってこの種でやったら練馬大根っていうのかな。
いいと思いますよ、練馬大根で、ね。はい。っていうことですよね。はい、だから、練馬大根っていうのは、この品種も、品種のことを言うっていうことですよね。はい、では、すごいですよ。今なんかコメントでね、もこみちと同じ場所って誰がコメントしてくれてたんだけど、もこみちさんも来たんですか、ここ。そうですね。もこみちさんも来ました。大根で。大根ですね。そうです、大根ですね。大根の取材で、もこみちさんも来てるんです。練馬大根抜いてきました。もこみちさん、ちゃんと抜けました？抜けました、ね。抜けました。おー。抜けました、抜けました。この後、はい、俺も練馬大根抜きますが、頑張って抜きたいと思います。さあ、ではですね、早速、料理始めていきましょう。はい、今日僕が作るのはこの練馬大根、やっぱ漬物にするとうまいってことなんですよね、はい、なので一回塩もみして漬物状態にしてから豚肉と炒め合わせるっていう料理をやっていきたいと思います。ではまずまず、ちょっとこの練馬大根ね、これ長いからこれまな板乗っかんないですもんね。そうですね、ちょっと上だけ落として、やっぱこれ上の方が加熱調理に向くとか、下は辛いからとかなんかありますよね、多分ね。ありますね、はい。これ1本どれぐらいある、これ 3キロ近くありますよね、はい、3キロ近く、300グラムぐらいあればいいので、はい、これぐらいでいいかな。はい、これを見て、この断面のこのジュワッと感いいっすね。はい、でこれ切っていきます。この練馬大根の時期っていうのはもうまさに今。そうですね、今ですね。あの、買いたくても買えないでしょ、これ。そうですね。練馬、区内じゃないと買えない、ね。区内じゃないと買えないですよね。はい。こんなに1個の食材で、地名と 食材の名前がリンクしてるのって、本当練馬大根、かなりトップクラスの知名度だと思うけど、買えないんです、これ。本当に、だから、出回るのは今だけ。ね、今だけ練馬に来てもらわないと買えないっていう、そうですね、レアな大根ですよ。もともとあれですよね、江戸時代とかこれべったらとかにしてたわけですよね、多分ね。そうですね、漬物にして、漬物にしてね、だと思いますね。はい、じゃあこれね、太い部分はいちょう切りにしてます。で、細い部分は半月切りでいいかな、こんな感じで。まず5ミリ幅ぐらいに今切っています。西川さん、自分でも料理するんですか？いや、しない。しない。しないですね。作物作るまで。作る方に専念してる感じです。全然専念してる感じ。いつもご飯はどうしてるんですか？あ、うちの奥さんが。奥さんが。作ります。奥さんも、お母さんも作ってくれるんですか？お母さんもそうですね、作りますね。お母さんも作りますね。作ります。お母さんも今近くで見てます。はい、さあ、では5ミリ幅の太いところは半月、細いところはイチョウで、太いところは半月で、逆だ、太いところはイチョウで細いところは半月。そうすると大体こんな感じでサイズが揃うんでね、はい、こんな感じで切ってください。はい、皆さんね、今日ね、こうやって iPad で見ながら配信してるので、なんかコメントいただけると質問にも答えられるかな。はい、はい、さあ、ではこれを袋に入れます。大根、練馬大根はどうやって食べること多いですか？やっぱ漬物ですね。あと、練馬区の学校で、小学校の給食で出るんですけど、うん、あ、そうなんだ。練馬大根スパゲティっていうのがあって、ええ、まあ、おろした練馬大根とツナと、うん、あとめんつゆですかね、か、何かで混ぜたのを大根おろしにしてからパスタに入るの、はい、絶対うまいじゃないですか、それ、はい、さあ、今袋に、大根入りました。多分 300g 以上あるな、塩小さじ1ちょっとぐらい入れて、こうとりあえずシャカシャカしておきます。それで、馴染んできたら、空気を抜いて、このまま15分ぐらい置いて、まずは塩もみにしていきます。はい。じゃあ、このまま置いときましょう。はい、これです。さあ、じゃあ、その間に、はい、
さっきも言った通り練馬大根引っこ抜きをさせてもらってもいいですか。いいです、はい、大丈夫です、はい、じゃあちょっと畑の方に移動します。はい、行きましょう。さあですです、いいっすね、なんか、はい、本当に周りはマンションやらそうです、ね、一軒家に囲まれて、はい、これ冬瓜ですか、これ。これ冬瓜ですね。冬瓜が木の上になってる。そうですね。冬瓜ちょっと生えてきちゃった感じです。うん、あ、生えてきちゃって木に張っちゃった感じだ。張っちゃった感じですね。すげえ、こんな高い位置に冬瓜が生えてるの初めて見ましたけど。ああ、いいっすね。さあ、そしてこれは長ネギ。長ネギです、ね。今の時期は長ネギと長ネギ大根がメインですかね。大根、そうですね。うん、はい。ああ、いいっすね。もうここだけすっぽりエアポケットのようにうん。さあこの辺のちっちゃいのは何ですか。これそら豆です。あ、そら豆、はい、来年6月ぐらいで収穫。5月6月ぐらいで収穫です、うんうん、もう今もうこれぐらいの季節に植えるんですか。10月に種まきです、はい、なるほど、はい、これから冬を越していくわけです、はい、お、これがこれ練馬大根です。来ましたよ、練馬大根。俺ね、練馬大根生えてんの見るの初めてです。あ、そうなんですか。うん、こんな練馬の隣から来たのに初めて見ました。行っていいんですか。これもう取れるやつ。はい。極力大きめのやつを。極力大きめのやつ。はい。誰かついてく来ます？はい。持ってっとこうかな。なんすかその棒は。抜けなかった時用の、はい、抜けなかった、それで補助的に補助の道具です、ね、補助の道具、はいはい、うわこの辺で行きますか。割と出っ張ってるんですね。そうですね、すごいよ、もう結構半分近く出っ張ってる、うん、そうですね。これなんか見るからに抜きやすそうなこれ抜きやすいようにこういう風に仕込んどいてくれたわけじゃないですよね。いや、そんなことないです、ないないです。みんな割とこれぐらい出っ張ってるんだ。みんな出っ張ってると思いますよ。あ、本当だ、はい、あ、出っ張ってますね、出っ張ってますね、はい、あ、出っ張ってんだ、はい、これを引っこ抜くわけですね。これどうやって引っこ抜けばいいんですか。もう大根持ってもらって、葉っぱじゃなくて大根の部分を持って、はい、これね、俺噂では聞いてるんですよ、すんげえ抜きづらい大根だっていう、はいはい、ここを持って、はい、あの全然いけそうな気がするけど、いきます、せーの、はい、いきます、ちょっと待って、せーの、あ、ほんと、あ、すげえこれ、せーおー、おー抜けました。すっげえ抜きづらいですねこれ、抜きづらい、はい、長いよ、だって短い私の足と同じぐらいの長さありますよこれ。へえ、なんか JA だと今週末ですかの大根引っこ抜き大会、今週末しましたよ ね、はい、今週末大根引っこ抜き大会っていう大会があるぐらい引っこ抜きづらいものっていうことですもんね。そうですね、すっげえ立派、これ葉っぱだけで1キロぐらいあるんじゃないですかかもしれないです ねこの感じは、はい、すごい取れました、取れました、よかった、補助道具なくて抜けて。これちなみに補助道具はどうやって使うんですか。これは、うん、抜けなかった時に、うん、横に刺して、はい、あ、なるほど、周りを和らげて、はい、これでスポッて、おお、はい、なるほど、こういうのがあった方がいいぐらい抜きづらいっていうことですよ。失敗すると折れちゃうんで途中で。折れたらもう台無しっすもんね。台無しです。これちなみに練馬大根って、はい、これ育成のスケジュールはどんな感じなんですか。9月の初めの頃に種まき、うん。9月の初めに種まき。ほう、おうおうおう。それで今頃収穫できる。じゃあ割と早い、スパンは短いというか、そうですね、成長は早いんですかね。3ヶ月、2ヶ月半とか3ヶ月ぐらいで。はい、で、こんな長くなるんだ。はい、すげえな。でもすんごい重いっすね、やっぱ。そうですね。これ一人で何本ぐらい持ち運ぶんですか。運ぶときですか。うん、あ、でも、
10本ぐらいまとめて袋に入れて運んだり、うん、袋に入れれば10本でも相当な重さっすよね、はい、でも30キロぐらいですよね。そうですよね、はい、西谷さんってもう農家は長いんですか？僕14年、14年ぐらいですね。でその前は一回別の仕事してから、サラリーマンで。あ、サラリーマンからの、はい、そうなんですね、はい、じゃあ、はい、これ洗うところも見せてもらってもいいですか？いいですよ、いいですよ。じゃあ洗うので加工場に行きます。すげえな。はいはい、こんな感じですか。これうわすげえすげえすげえ。これが大根洗い機。そうです、大根洗う機械です。どうなってるんですかこれ。跳ねるよ、跳ねるよ。お中にブラシが、はあ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 、ついてて、はい、これが回るんですね。はあ、あ、そういうこと。はい、でここに大根を、はあ、洗車機だと横についてるやつが、あ、そうですね、上下についてる感じだ、はい、でぐるぐる回って、はい、へえ、これいきますか。え、俺やってもいいですか？いいですよ。これ葉っぱついたままでいいですか？大丈夫です。これでしっかり持ってないと持ってかれるんで。持ってかれる？こうグーって引っ張られちゃう。はい、あ、じゃあしっかり持ちます。はい、うおー、はい、おー、うおー、あ、本当引っ張られてる、引っ張られてる引っ張られてる。おお、結構バキュームすごいですよこれおー、楽しい、これ楽しい。こういう、お、すごい綺麗、すごい綺麗に、これ楽しい。で、こんな感じ、ここで、はい、大丈夫ですか？はい。すげえ。いやー、綺麗な、真っ白ですね。そうですね。もちろん初めてですよ、ね。もちろん初めてですよ。もちろん初めてですよ。やったことないですよ。うまかったんで。あ、本当に？はい。あ、じゃあ、最盛期にちょっとお手伝いに来ます、ね。ぜひ、お願いします。すげえ。いやー。あれ、そっち音って止められないんだっけ？止まった。はい、ちょっと手洗ってきますね、料理するから。よし、うん、あ、でもいいっすよ、うん、そのまま大丈夫っす。あ、ほんと、俺なんで Wi-Fi 繋がってないんだろう。まあいいよいいよ、うん、すいません。じゃあちょっとだけ、ありがとうございます。ペーパー、あ、これか。手洗いタイム完了。 Wi-Fi が届いてない？まあでも映ってたら、うん、あれ、一回落ちた？一回落ちました。あ、一回落ちた、はい、はい、復活。あれ、ちょっと待って、これ、あ、戻ってきましたね。はい、では今戻ってまいりましたよ。いや、初めての引っこ抜きから大根洗いまでさせていただけるとは。あれすごいですね、あの洗う機械。うん、あれ楽しい、あれ楽しい。あれ、店持ってるんですか？大体、農家さん持ってると思います。あれ、でも大根専用？基本的には大根専用ですね。他のものは、あれ、じゃあ。あれ、あ、いや、うちは株とかも洗ったり。あ、株もあれで洗えるんだ。洗ったり、はい、こう持って、こう突っ込めるやつだったら、はい、ごぼうとかもいける？ごぼうもいけるんじゃないですかね。おー。はい、でも、あれ一個あるだけで、全然、速度が変わりますね。全然違います。なるほど。さあ、では、大根今塩もみしている間に、このネギ、このネギも立派なネギ、西川さんのところから、はい、
抜いてきたネギです、ネギも時期はもうちょうど今そうですね、ですよね、はい、これもちょっと切っていきます。この見える根元だけ落としまして、斜め切りでいいかな、斜めに薄切りにしていきます。え、じゃあ農家始めて十何年、はいはい、割とじゃあ大人になってから、大人になってから、そうですね、 30歳ぐらいからです。え、それまでは普通にサラリーマンって、何系のサラリーマンと、建築系ですね。建築系、はい、で、なんで後を継ぐために、なんで継いだかと、そうそう、なんで継いだ、父がちょっと体を、なるほどなるほど、それがきっかけですね。はい、その急なあれってやっぱ不安はなかったですか。多少ありましたけど、はい、全く異業種に飛び込むわけですもんね。そうですね。でもこの練馬の方でもやっぱり、まあ、日本全国そうですけど、はい、農家さんね、継ぐ人が少なくなってるっていうのを聞くじゃないですか。そうですね、はい、でもそのやってみて、西貝さん的になんか、はい、どうすか。楽しいですね。楽しいです。はい、めちゃくちゃ楽しいですよ。はい、どこの部分が楽しいですか。育ってる時、売れた時がいいですね。売れた時がね、あ、美味しかったって言ってもらえるのが、ね、ああそうですよね、はい、一番いいですね。なかなかね、普通に俺なんか料理やってるけど、はい、美味しかったって言われるのがもちろん嬉しいけど、やっぱ農家さんもその自分が作った作物が美味しいって言われたら、それは絶対嬉しいですよね。ね、ネギちょっと今こんな感じで切りましたよ。はい、ではあともう一個あれか、これでネギが切れた。で大根ちょっと見てみます。今漬けてからまあ15分弱ぐらい、かなりこうクタクタと柔らかくなってます。そしたらここでまた上から揉んでみて、よし。で今日はもう皮ごと切ってつけてます。はい、ね、こんな感じ。あ、かなりクタクタになってる。ちょっと一個食べて、うん、あ、やっぱパリッパリですね。このパリパリ感はすげえ。で、ちょっとこのまま炒めるとしょっぱいので、お水でさっと洗って、うん。またこの皮が程よく硬くてうまいんですよね、これ。本当ですか。うん。やっぱこれ、こういう漬物用の品種だからこそのこのパリッと感。はい、こんな感じで、塩もみして、さっと水洗いしてあります。OK、こんな感じね。はい、はそしたら、はい、まずフライパンで豚肉を炒めていきます。油、ごま油、ごま油を入れて、ちょっと今日風が強いからね、火が流れますね。もうちょっと温めようか。いやー、でも雨降んなくてよかったですね。そうですね。結構今日ドキドキでしたよ ね、 ドキドキね。午前中10時過ぎに来て、通り雨が何回か来て、ね、はい、みんなで天気図を見ながら、ドキドキしてましたが。はい。はい、じゃあ豚肉入れます。今日はね、豚のバラの薄切りを、ちょっと細く切りました。細く切った方がね、後で大根との馴染みがいいかなと思って、ここでまず炒めます。で、お塩をちょっと振って、下味つけておきます。
小学校近くにあるんですか？めちゃくちゃ近いです。めっちゃ近いんだ。めっちゃ近いです。ほんと街中の畑っすよね。そうですね。ね。はい、で、西貝さん取った野菜はどうしてるんですか？JA さんの直売所に持ってくるのと。直売所。あと、近所の飲食店さんに。あ、そうなんだ。あと、百貨店に少々おろしてるのと。あと、今の時期だと、毎週金曜日に家でちょっと売ってたり。あ、で、玄関で、軒先で。軒先で、はい。まず直売所は、はい、西貝さんの野菜はどこの直売所なんですか？ふれあいの里。ふれあいの里ってどこだっけ？桜台。あ、俺行くとこ。本当ですか？はい。うちから一番近いです。うん、あと、春日町の、アグリセンター。主に。で、百貨店っていうのは？百貨店は、高島屋ですね。高島屋、新宿の。新宿高島屋。あと、双子玉川。あ、玉川高島屋。はいはい、に置いてるんですか？はい。今、週1ぐらいです。あ、へぇ、はい、ちょっとお肉、一回炒まったので、ここで一回取り出しておきます。で、飲食店っていうのは？飲食店はもう、この辺、近所の。近所の。飲食店。何屋さんとかですか？和食、中華、パスタ屋さん、イタリアン、って感じです。すごいっすね。でも、お店からしてみても、近所の農家さんから野菜が入ったら、それは新鮮で、うまくて最高っすよね。そうですね。ね。そう思ってもらえると嬉しいですね。ね。さあ、今、豚から出た油で、大根炒めていきます。もう大根ってゼロから炒めようとするとなかなか火の通りが悪い野菜ではあるんだけど、こうやってちょっと塩もみしてから炒めてあげると、あの水がもう抜けてるんで、割と短時間でかつパリッとした焼き色に仕上がるので、僕塩もみしてから大根炒めるの超好きなんですよね。そうなんです。よくあのお漬物とかも炒めると旨味がぐーんと増してくる。豚キムチなんてそうじゃないですか。あ、そうですね。キムチ炒めてうまいじゃないですか。はいはいはい、あの感じで、漬物を炒めるのすごい好きなんですよ。こんな感じで、ちょっと焼き色がつくまで炒めていきます。いやー、すごい。まあ、めっちゃたくさん見てくださってます。今、45人。うん、皮付きでなるほど、ね。はい。で、この練馬大根は今、直売所に行ったら買える。はい、直売所で買えます、ね。直売所で買える。はい、時期的に言うといつまで？はい、12月前半？いや、年内。年内いっぱいぐらいは買えると思います。年内いっぱい。はい。で、この間、あの農業祭行ったんですけど、はい、あの干してある状態でも、なんか農業祭では売ってましたよね。そうですね。なんか うちも、僕家が椎名町なんですけど、おばあさんが元気だった頃は、はい、大根買ってきて、こう上で縛って、こういう風に二股にして干して、はいはい、で、そっからたくあんとか作ったんだけど、はいはい、今の時期そういうね、ちょっと気温も高くなってきちゃってるし、はい、なんか、干す場所もないから、はい、大根を干すっていう作業がうちは全然もうしなくなっちゃったんだけど、はい、なんかあの干してある大根すげえやっぱいいっすよね。なんかね、うち来週やろうと思ってます。あ、マジっすか。はい。抜いて干すまでの作業。はい。で、干してからそれを、干したのも売る？干したのを、練馬区の方から依頼されてるのがありまして、それと、あとは、自分家で漬けるのもある。あ、自分家でも、やっぱ自分家でも漬けるんですか、たくあん。いいなぁ。お母さんがね。お母さんがね。はい。ね、ほんと、干して、つけてって、たくあんってすげえ重労働なんですよね。重いしね。そうですね。ね。そうです。2月の漬物物産展で漬けたの買えますね、知って。って言ってる方、多分これ、仲間の人かな。そうですね。はい。仲間の人ですよね。うんうん、この情報はね。はい。さあ、
では大根がもうかなり火通ってきたと思います。ちょっと刺してみるともうスッと刺さる。これぐらい少しね柔らかすぎるより食感がちょっと残ってる方がうまいと思うので、これぐらい刺さるぐらいまでになったらここで豚肉を戻し入れる。はい。でネギも入れる。ネギもたっぷり使わせてもらいます。うわーすげえ。ああいい色。いい匂いします。めちゃくちゃいい匂いしますね。ネギのこのツーンとする香りがだんだん甘くなってきますからね。これもいいわ。そしたらここに調味料を入れていきます。まずみりん、ちょっと甘めの味付けでご飯が進む味に。でお醤油、はい、うん、いいっすねいいっすね。でこれだけでも十分美味しいんだけど、今日はちょっとだけ鰹節を入れて。風が怖いな鰹節。確かにちょっと飛んでっちゃいそう。うん、入ったよかった入った。はい、いい感じです。いい感じです。さあ、ではこれでちょっと味見してみます。ちょっと味見します。お塩ちょっとだけ入れて、香りづけ、ごま油。うん、めっちゃうまい。さあ、これで盛り付けましょう。おい、お風が強くなってきたぞ。いいっすね。あ、うまそうっすね。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 はい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 。もう全部乗っかりきんじゃない？いいや、これ。さあ、これで塩もみ大根と豚肉の豚バラの炒め物完成でございます。ちょっといい感じじゃないこれ。さあ早速食べてみましょうよ。味付け知りたいです。味付けは、塩もみした大根に、豚肉には塩でした味で、みりんとお醤油、あとお塩ちょっとで味付けしました。はい、美味しそうとかコメントいただいております。さあさあさあ、じゃあ早速召し上がってください。はい、いやいいっすねこの畑の中で畑の中で食べる感じ。いただきます。いいっす、ってください。スプーンとか持ってくればよかったね取りづらいっすよね。じゃあ俺もちょっと炊きたてご飯にね。どうぞどうぞ召し上がってください。はい、いただきます。どうした？めちゃくちゃうまいです。めちゃくちゃうまいですって。めちゃくちゃうまい、うん、めちゃくちゃうまいこれうまいわ。うまい、うまいのできた。うん、もう一回いいですか？行ってください行ってください。これ普通のおっさん二人の昼飯のシーンになっちゃううまい。うまい。あのね、大根塩もみしてるからもうしっかり味ついてるんですよ。で短時間だから食感は残ってんだけどしっかり柔らかいっていう。食感残ってますね。残ってますよね。残ってます。
この食感の残り具合が絶妙、うん、でまた大根自体がやっぱねうまい。なんか大根で味が濃いって俺ちょっとあんまりない表現かもしれないけど、うまい。これめちゃくちゃうまいですね。ちょっとこれうまいですね。うまい。あんまり普段やんないけどおかわりですよ。また豚のバラの、うん、バラの脂がいいですね。いい感じですね。いい感じですね。で仕上げに入れたこのネギの新鮮ながらこのシャキシャキ感が最高。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいわ。ご飯に合いますね。合いますね。合います。うん。合う。はい。うん。ちょっとこれすごい美味しくできた。うん、つまみにも最高。そうだ。食べちゃいますよ。ね、うん。大根欲しいって。ね。大根ちょっとまた見せようよ。最後。美味しそうですとか。わんぱく。ね。四十過ぎのおじさん二人が黙々と食べてるところを、この平日の昼間に配信するっていう。あ、サラメシ、確かにサラメシ感ありますね、なんかね、これね。やっぱこの、うまい、うん。畑で作るとさらにうまい。うん、あ、来た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 。そう、大根、大根が美味しいのね、とかね。大根どこで買えるんですかとかね。コメント来てますよ。大根欲しい。この大根をもう一回、ちょっとお店。映んないですか？すごいですね。全体は映らないですかね、これね。ほら、こうやって植わってるんですよ、土の中に。そうですね。うん。全長だって俺並んでもそんなにこれぐらいです。多分100、130あんのかな、こっからここまでね、はい、相当長いですよね、うん、これがこう生えててここ引っこ抜いていくと。そうですね、はい、でこの大根がこれが練馬大根です。練馬大根、改めて途中から見てる人も多いと思うんで、練馬大根っていうのはもちろんこの練馬地区で採れる、そうです、これ練馬大根っていう種のものですよね。そうです、そうです。普通のいわゆる青首大根とは違って、この白い、全部白いこの大根、これがもう名前は有名だけどなかなか手に入らないこの激レア大根ね。激レアですね、はい、激レアっすよね。はい、こんな感じです。これが今だけ、この JA 東京青葉の直売所だったりで買える、ね、買いますね、今だけね。もともとはお漬物にする品種だけど、こうやって今日みたいに炒め物にしてもうまいし、おでんとかもいけると思います。おでんもいける、いける、おでんも絶対おいしいです。この皮の食感たまんないですよ。で結構ね、さっきからね、この大根の葉っぱのレシピも教えてほしいですとかね葉っぱのおすすめ調理法ありますかとか、はい、葉っぱも料理して、料理する時間は多分ないんだけど、お母さんこれ葉っぱどうですかね、炒めるのがうまい？じゃこかなんかで炒めるのうまいですよね。結構立派だから、ひょっとするとさっと湯がいてから刻んで炒めるのがうまいかもしれないですよね。うん、やっぱりね、おかかとかごま入れたりじゃこ入れたりして合わせてお醤油とかでさっと味付けして、そしたらこれもご飯が止まんないケースよね。これ最高。葉っぱ付きで買えるのが、これ普通スーパーとかだとさ、こう切られちゃって売ってるじゃないですか。そうですね。ね。この葉っぱ付きで買えるっていうのはやっぱりこの直売所とか。そうですね。ね。うん、西海さんの顔が。あー、端がじゃあ。茹でて葉っぱを入れて、あ、パスタも。うん、あー、確かに。うん。なるほど。お母さんの声マイクで拾ってないかもしれないから言うけど、パスタは大根、この白いところは大根おろしにして、葉っぱの方も刻んで一緒にパスタに入れたら美味しいよと。ね。これ練馬はこの大根でパスタっていうのなんか句を上げてなんかやってるんですか？そういうメニューを。引っこ抜きの大根だよね。来週やる引っこ抜き大会の大根を、うん、全部じゃないけど、うん、小学校に届けて、うんうん、で引っこ抜き大会の次の日はの小学校の給食は大体パスタなんで、ね、あ、そうなんだ、練馬の、はい、その今週末、引っこ抜き大会この辺でやるんでしょ。この辺でやるんですよね。あれ何、みんなで一気に一斉の背でたくさん抜くんじゃないんだっけ。のはなくなって
みんなで大根を抜こうの回。時間の中で大根を引っこ抜いて長さ競ったりとか。あ、なんですね。はい。だってあれですよね。なんかなんだっけ、大根同時に抜いた人の数でギネス取ったんだよね。ね、練馬のね、J はね。はい。というわけで、あれってこれって参加できんの？引っこ抜き大会もう今年はもう締め切っちゃった。毎年やってますからね。はい。はい。という大根でございましたよ。パスタいいですねとか、やってみますとかね、いろいろコメントいただいてます。葉っぱ炒めたご飯止まんなそう。葉っぱぬか漬けもいいしって、ぬか漬けにしても どうなんだろうね。あんまりこの辺だと やんないですかね。ね。ね。いろんな炒め、いろんな食べ方があると思いますが。練馬区の子供はパスタが大好き。大根のパスタ。それぐらいじゃあ子供たちの間でもうそういうあれな、定番になってるってことですね。じゃあ置きますか。置きましょうね。やっぱね。はい、置きましょう。はい、これ直売所だと大体これぐらいで1本いくらぐらいで売るんですか？1本200円前後。安すぎじゃない？230円。安すぎ、はい、というわけで今直売所に来ればまだ買えるみたいなので、気になる方はぜひ練馬の直売所調べていただくといろいろあると思うので、ぜひ、はい、チェックしてみてください。というわけで何かありますか？大丈夫ですか？西海さん、なんか皆さんに告知とか、なんか伝えたいこととか。めちゃくちゃ自分のことでもいいんですか？嘘、めちゃくちゃ自分のことで。え、ちょっと待って。今週の金曜日ですかね。はい。12月2日です、ね。12月2日金曜日。庭先で野菜販売しますので。練馬大根も売ります。これ、どうやって調べればいいですかね？来たいっていう人は。場所は。場所は、うん、中村小学校を目指して来てもらえれば。中村小学校、はい、練馬区立中村小学校を目指して来てもらえれば。畑のフェンスの周りにこうポスターみたいの貼ってあって告知しかしてないんですよ、ね。ああ、そうなんですね。何時から何時ぐらいですか？金曜日は10時から2時ぐらいまでです、ね。なくなり次第って感じ。はい、10時からやってるみたいです。はい、はい。あ、なんかサハ656さんが好きな食べ物と休日の過ごし方も聞きたいです。誰なんですか？僕の。いや、西貝さんのでしょ。そうですか、うん。好きな食べ物ですか？うん、好きな食べ物は、うん、全然大根と関係なくなっちゃいますけど。いいんじゃないですか。普通にラーメンが好きですね。ラーメンが好きです。西貝さんおすすめのこの辺のラーメン屋。あ、最近行って美味しかったなってものが、うん、あれはどこだ、野方になっちゃうんですけど、うんうん、味噌ラーメン屋があるんですよ。野方だってラーメン激戦区じゃないですか。はい、めちゃくちゃ美味しかったです。野方の味噌ラーメン屋。味噌ラーメン屋美味しかったです。あと休日の過ごし方。休日ってあるんですか？野方さん。ありますあります。うち雨降ればもうやります。 はい、あとは子供が小さいんで、はい、子供とどっか出かけてますね、休みの日は。どういうとこ行くんですか？お子さんが喜ぶ場所ってこの辺だったら。最近は子供がサッカーやってるんで、うん、おうおう、サッカーの送り迎え。ああ、なるほどね。ひたすら行ってますね。そっかそっか。じゃあお子さんと過ごすことが多いそうです。はい。はい、そんな西貝さんの野菜が今週火曜日、あ、今週金曜日。金曜日ですね。ここで買えるので、中村小学校を目指して来てもらえる。はい。フェンスがあるところです。はい。多分わかりますよね。小学校の隣が畑なんで。あ、そうなんだ。はい。じゃ小学校の隣の畑に来てください。はい。はい。という感じで、今日は以上な感じですかね。はい。というわけで、今日はこの練馬大根、すげえ。やっぱ突風が吹き始めたので終わりします。今日は練馬大根を紹介してくれました。西貝さん、ありがとうございました。ありがとうございました。またインスタライブやるんで見てください。じゃあ、さよなら。